さあそれでは今日のこの西武との一戦振り返ってまいりましょう。オリックスの先発はオリンピック後初めてのマウンドになりました山本由伸です。1回この先を空振り三振に奪うと源田はサードゴロ、さらに3番の森はインコースのまっすぐで空振りの三振、素晴らしい立ち上がりを見せます。対するライオンズの先発は松本航でした。こちらも立ち上がり福田をセンターフライ、さらには吉田正尚ファーストゴロに打ち取るなど三者凡退、こちらも見事なスタートを切ります。ゲームが動いたのは3回の表でした。ワンアウトランナーなしから9番の岸のこの一振り、ここはうまく打ちましたよね。いやもうこれはね、もう初球から積極的にスイングしていった岸選手のナイスバッティングですね。この後ライオンズは2アウト2塁3塁というチャンスを作るんですが、ここで中村を抑えた、これが塩崎さん大きかったわけですね。そうですね、ここで次の1点を与えなかったというのが大きかったですね。そして3回の裏、今度はオリックス2アウトランナー1塁から宗のこのセーフティーバント、これもお見事でしたね。いやこれはねもう本当にナイスアイデアでしたね。これでチャンスを広げたオリックスは吉田正尚の同点のタイムリーヒットが飛び出します。そして今日はこのルーキーの北、そして先発の松本、明石商業の OB 対決というところも一つ注目されたんですが、4回の裏にはその北がヒットを放って京セラドームでは初安打ということになりました。しかし若月はセンターフライでこの回得点を挙げることはできませんでした。6回の山本です。この回は上位打線2番源田をレフトへのファールフライに打ち取り、3番の森はキャッチャーへのファールフライ、そして4番の中村はセカンドフライと、このあたり本当に中盤も隙がなかったですね。いやそうですね、球の勢いも良かったですし変化球の制球も良かったですね。そして7回の裏、再び松本対北の対戦ですが、北が先輩から今日は2本目のヒットを放ちます。今後の可能性を感じさせるこの北のヒット、その後2アウト満塁とチャンスを広げてバッターは宗を迎えました。しかしここはレフトフライに打ち取られまして追加点を挙げることはできません。そして8回の裏、マウンドには2人目のピッチャー森脇がセーブ上がります。先頭バッターの吉田正尚レフトへのヒットで出塁、そして杉本もセンターへのヒット、これでノーアウトランナー一塁二塁というチャンスを作ります。そしてここで5番の T 岡田、ここでベンチは送りバントのサインだったんですが、この送りバント失敗、まあ、このあたり T 岡田の難しさもあったとは思いますけれどもね、まあそうですね、次も、ね、同じようなケースあるかもしれませんからね、またその時はしっかりやってもらいたいですね。その後足立はショートゴロ、そして北は空振りの三振に倒れまして、この回も得点を挙げることはできません。そして山本由伸の方は9回までマウンドに上がりました。森をファーストゴロ、さらに中村を空振り三振に切って取りまして、今日10個目の三振、結局4回以降はランナーを1人も許さないという素晴らしい投球の山本由伸でした。そして9回の裏、福田そして宗とチャンスを広げて、ワンアウト満塁のチャンスを作ります。そして最後は吉田正尚、十分すぎるほどの飛距離のセンターへの犠牲フライ、これでオリックスはサヨナラ勝ち。先発の山本由伸が自身初の10勝目、パーラートップタイの10勝目
勝目を挙げて見事なサヨナラ勝ちを収めています。